皆さん、ポコニャジは。今日は、シドクヒメリオレイヤの討伐に行くよ。今回も二つなモンスターなのね。そうだね、僕は通常のリオレイヤですら苦手だから、始まる前から不安でしかないよ。できれば行きたくない。しょうもないこと言ってないで、早く今回参加してくれた視聴者さんの紹介をしろよ。それもそうだね。今回ツイッターでの募集に参加してくれた視聴者さんは、くれないさん、クックさん、ひろきさんの3名です。皆さん、撮影のご協力ありがとうございます。未だに、ツイッターでの募集は一瞬で埋まるのか？うん、一瞬みたいだよ。募集のツイートの数秒後には、集会所が満員になってるよ。入りにくさは相変わらずなんだな。ちなみに、今回いつもと武器が違うわね。あ、うん、それに関してはまた後で話すよ。さあリオレイヤちゃん、そろそろ出ておいで。あ、いるわね。この効果音、ほんと慣れないぜ。完全にこっちをビビらせに来てるもんね。そんなことよりあんた、最近よりでダウンを取れてないって、視聴者さんがコメント欄で突っ込んでるわよ。わかってるよ霊夢。僕だって気にしてるんだからさ。じゃあ、今回ノリでダウンを取るまでは、解毒薬はなしな。なんとの理不尽な縛り。決まりね、リオレイヤの毒で死ぬのが嫌なら、先にダウンを取りに行くことね。なんだよその理不尽な縛り。とか言ってたら早速毒になっちゃった。さあ、急いでダウンを取りに行くのよ。解毒薬は使っちゃダメだぜ。くれないさんが宝くった。あんたも人の心配してる暇はないわよ。くそー、よくも僕の大事な仲間を。これでも辛いよお、やればできるじゃないかポコニャン。二人が変な縛りを入れてくるからだろ。ここは絶対にダウンを取るよ。ダウン、取ったと。何よ、こんなに早く縛りが解除されたら面白くないじゃない。いやいや、霊夢は僕の命を何だと思ってるんだよ。ポコニャン、さっきから何を踊ってるんだ。いやいや、踊ってるんじゃなくて武器が弾かれてるんだよ。リオレイヤの頭って結構硬いんだね。それよりあんた、もう解毒薬飲んでいいんだからさっさと飲みなさいよ。ほんとだぜポコニャン、お前このままだとヤバいぜ。あ、このタイミングで気づくとかマジで完全なんですけど、出たー。と、夢を見ました。いや、今死んだだろ。もう、二人が変な縛りを入れてくるからあんなことになるんだよ。そうだな、視聴者さんに迷惑がかかったし、くれないさん、クックさん、ひろきさん、申し訳ありませんでした。僕にも謝ってよ。まあ、お前の腕がないのは私たちのせいじゃないから、そこは意地でも謝らないぜ。くそー、そこをくっつかれると何も言い返せないじゃないか。そういえば、シドクヒメリオレイヤの基本情報をまだ言ってなかったわね。そういえばそうだな。まず、欠点属性は竜と雷よ。ほうほう。次に、弱点部位は翼部分よ。ちなみに、頭と尻尾はめちゃくちゃ硬いから、まず狙っていかない方がいいわね。そっか、だからさっき弾かれまくってたんだな。ついつもの癖で頭を攻撃したくなるんだけど、今回ばかりは効果がないんだね。しかも、竜属性がそれしかないって持ってきたその双剣、切れ味が緑までしかないっていう生蔵だしね。やっぱこのぐらいのモンスターになると、青ゲージじゃないときついよね。弱点属性でも、切れ味が悪いと元も子もないってわけか。ダメージ的には期待できないから、なんとかダウンを取って貢献していきたいな。そうね、さっきできたんだからきっとまた乗れるわよ。うん、とりあえず基人化とかもほっといて、ダウンを取るためにジャンプしまくってみるよ。おお、その息だポコニャン。いやぁ。油断するなよポコニャン。そうよ、乗ってからが大事なのよ。失敗しちゃった。ほら見ろ、言わんこっちゃない。あんた、罠とかそういうのは持ってきてないの。今僕も同じことを考えていたよ。よし、この落とし穴にかかってくれれば、あとはそこを集団リンチだよ。お前、捕獲とかそういうことは頭にないんだな。そうだね、今回このリオレイヤには復活でやってもらったから。そのお礼参りをここでするよ。落とし穴があると、画面強気なんだな。まあ、ある意味男らしいわね。おいでおいでリオレイヤちゃん、あなたのとどめは僕が刺してあげるよ。お前、丁寧な言葉遣いで何恐ろしいこと言ってるんだよ。よし、かかった。このまま一気に畳みかけてやる。これはくれないさんの分、これはクックさんの分、これ今入れていこう。
いやー、お礼参りが見事成功してスッキリしたよ。あんた、さっきどさくさに紛れて全然関係ない名前叫ぼうとしてなかった？気のせいだよ霊夢。無事勝てたんだからいいじゃないか。それにしても、そろそろ武器にしても防具にしてももっといいものにしていかないと。一緒に戦う視聴者さんに迷惑がかかるぞ。そうだね、裏で素材集めもしておくよ。特に二つなディノの装備とか、かっこいい式になってたんだよね。まだ二つなディノの動画も撮ってないのに、裏でわかりまくるという矛盾ね。そんなこと言ったら、ディノバルドリベンジの回だって、すでに全身ディノ装備で挑んでただろ。装備だけ見たら、こいつすでに借りまくってんじゃんってなるやつね。まあ、それはそれ、これはこれ。プレイ中視聴者さんに迷惑かけないように、やっぱり装備の充実は不可避だと思うんだ。でも、その装備の素材を取りに行く際に、裏では迷惑かけまくるみたいな感じね。そんな裏事情いちいち言わなくていいんだよ。なので、ある日急にポコニャンの装備が、ゴリゴリのガチ勢装備にグレードアップしてても、そこはスルーしてください。でもあんた、もし周回するとしても、二つ名のチケットは自分で買ってくるのよ。こじきみたいなことするんじゃないぜ。わかってるよ二人とも。撮影外の募集もツイッターでしていきますので、気になる方はフォローお願いします。それでは今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。質問もいろいろ待ってるよ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次にも、ゆっくりしていってね。